邪神ちゃんドロップキック。スライム倒して300年、知らないうちにレベルマックスになってました。その2、コラボボイスドラマ。なっは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 、ヒュー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 。ユリネに勝つ完璧な方法を思いついたんですな。神保町から離れた高原でスライムを倒し続けてレベルマックスになれば絶対に勝てる。ただ肝心のスライムがいないんだよな。思ったより少ないのか。それは困る。ユリネに勝てるまでに300年かかりましたとかだとやってられませんの。お、高原に魔族がいるって珍しいな。ねえねえ、この辺に何か用？スライムに会う前に現地人に遭遇してしまった。というか、この姿を見ても違和感ないんだな。さすが異世界と思ったけど、神保町の奴らも気にしてなかったな。なあ、スライムってこの辺にはいないのか？あなた高笑いしてたでしょ。それでスライムがびっくりして出てこないんだと思う。この辺でレベル上げられそうな敵が出てくるところ教えてくれ。そうだな、少し離れた森にロングハンマーイノシシっていうのが出てくるけど、それだったらちょうどいいかも。よし、そこでレベルアップですな。わあ、すごいよ、見たことない動物さんがいる。こんな白黒のクマ型動物目にしたことはない。これは世界的大発見かもしれない。ぜひ高原に連れて帰らないといけないね。ああ、ダメダメ、動物じゃないから。キョンキョン、早く来て。子供たち、ダメだよ、それパンダじゃなくてお姉ちゃんだから。あ、動物さんと思ったら魔族の人。ごめんね。非礼をお詫びする。分かってくれればいいよ。私たち邪神ちゃんが迷惑かける前に回収しに来たんだよ。邪神、それは恐ろしい。早急な回収をお願いする。目立つからすぐに見つかると思うんだけどね。あれ、お姉ちゃんとそっちの幼子声似てない？え、そんなことないと思うけど。シャルシャも全く違うと認識する。うん、全然違うよ。他者は他者、自己同一性の範囲外。そっか、気のせいか。ねえねえ、その邪神ちゃんってどんな見た目なの？ファルファ気になるな。下半身が蛇の女の子だよ。ということはナーガ。この地域にナーガはいないので、見かければすぐわかるはず。イノシシを大量に飼って強くなろうと思ったら囲まれてボコボコにされたぞ。声の演出もない雑魚なら余裕で狩れると思ったけど、凶暴なイノシシは普通にきついですの。邪神ちゃん、異世界まで来てユリネちゃんを倒す方法なんて考えちゃダメだよ。もう帰ろう。やだ、ここでレベルマックスになってユリネをぶっ殺せるようになるんだ。確かにナーガさんだね。シャルシャの知っている魔族のナーガと少し尻尾の色が違う。遠い親戚の可能性もある。ん？お前ランランと声が似てるな。親戚か何かか？親戚なわけないでしょ。シャルシャはスライムの精霊なので血縁関係はない。何？スライムの精霊？じゃあスライムがたくさん出てくるところを教えてくれ。もしスライムだけを倒して強くなろうとすると100年じゃ全然足りないよ。な、そんなに時間がかかったら意味ない。イノシシと戦って強くなるしかないか。お、ここにいた。ファルファとシャルシャも一緒か。あ、ママ。母さん。あのさ、武器もなしに生身でイノシシと戦ったら危ないと思うんだけど、怪我なかった？
あばらが粉々になりましたの。でもユリネに勝つためには諦めるわけにはいかん。まだまだイノシシと戦ってやる。まあほどほどにね。あれ、お二人はこの子の友達？お一人パンダだけど。そうです、キョンキョンたち神保町から来たね。神保町？ここまでどうやって来たの？錦糸町駅前が得意点になってて、そこから来れるよ。錦糸町怖すぎるだろ。さあ邪神ちゃん、この世界に迷惑かけちゃダメだよ。素直に帰ろう。やだ、買い物用のお金をパチにつぎ込んで全額食っちまってた。今帰るとユリネにパンご飯にされちまう。あれ、パンダのあなたシャルシャと声似てるね。似てないです。全く似ていない。そっか。にしてもナーガの子が帰りたくないって強硬に主張してるけど、これどうしたらいいんだろう。助けてください、五章だから。五章、五章。五章って表現久しぶりに聞いたな。じゃあしんちゃん、ここでレベル上げても無駄だよ。帰ろ。黙れっしゃい。人生に無駄なことなんてないんや。努力すれば報われるんや。この森だったら高原からだったら通えるし、少しの間だったらいてもいいんじゃないかな。ファルファ、努力する人は応援したいよ。ファルファがそう言うなら。パチンコがどうこうっていうのが気になるけど、この世界パチンコはないからお金使い込みはしないか。ありがとうございます。ここでイノシシと戦って必ずユリネに勝てるレベルにまで成長してやる。ユリネぶっこら。なんか物騒だな。これは仕方ないかな。ユリネちゃんにはイノシシを狩る急なお仕事が入ったって言っとこう。じゃあ1ヶ月後に迎えに来るね。それがごまかしきれるギリギリのラインかな。無駄とは思うけど、せいぜいやるといいよ。よっしゃ、1ヶ月で猛烈に鍛えてやる。神保町そして1ヶ月後。はっ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 は。いや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 、今の自分は最強だ。ユリネよ待ってるよ。イノシシに勝つための練習にしかなってないけど、まあそれなりにレベルは上がったか。ユリネをイノシシだとイメージすれば勝てますな。すべてはイメージが解決する。イノシシみたいに突進してくる人間いないだろ。イメージトレーニング自体は意味があるらしいよ。瞑想は人生の質を向上させる。お、ちびっこ二人もいいこと言うじゃないか。ユリネを倒したら錦糸町丸井の1階でお菓子買ってきてやるからな。錦糸町の得意点から迎えに来たよ。あ、この世界では確かに筋肉ついたみたい。そうだ、今なら蜂のように舞い蝶のように刺すことができる。それ反対だろう。世話になったな。では錦糸町経由で神保町に帰る。ユリネを倒す。それは多分無理だと思うけど。なに、1ヶ月の修行ごときじゃユリネには足りないっていうのか。元の世界に戻るとこの世界で得た経験値はリセットされるね。え、リセット。じゃあ修行も特訓も無駄ってこと？だから前もキョンキョンが無駄って言ってたでしょ。なーに、やっちまったな。今ならお仕置きで5回串刺しにされる程度で許してもらえるから、早く帰ろ。残り惜しい。やっぱりシャルシャってランランと声似てるな。似ていない。似てないよ。